ら辺魚いるな。当たるようになってきた。このリールが飛びが悪いのがストレスだな。もなく釣れるような気はするんだが、ほら来たね。ほら、フフー、イエーイ、やったな。いるでしょ。はい、チャターベイトと元気なユーマ詰めバット。おー、さよなら。今のボイルだろう。完全ボイルっぽかったと思う。今そっちで3連発あったのは絶対ボイルだったと思うんだよね。ほら、よっしゃ、やっぱボイルだ。いた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 。あ、でかいでかい。最後の最後、これはいいんじゃないですか。これチャター、ね、バッシャンバッシャンやってたのがね、ようやく一匹食いついてくれて、これちょっと、これはね、これはサイズ、これはサイズ。まず、いいとこ食ってね。はい、こいつは計測しときますね。46。44から45。45。まあ44か45っていうことで、じゃあ逃がしやすい。別に向かいで当たってなくても風が流れててくれて、そこで太陽が隠れてローライトになってくれて、ほら来た、ほら立て続け、でかいぞ。これ一日投げ続けてでっかいの最後に来ましたよ。